はい、ということでですね、今日は陰謀論についてです。陰謀論やるとね、いつもちょっとね、めんどくさいことになるんですよ。まあでも今日コメント欄ね、コメントオフになってるんでいいかなと思って、このチャンネルね、コメントオフになってるんで結構ね、やりやすいんですよ。で、今日はですね、何やるかっていうと、以前もね、やったことあるんですけれども、いわゆる超過死亡についてです。本当は何人死んでるのか、これがね、分かるデータがあるんですよ。これをね、超過死亡って言うんですけれども、後で説明していきますね。そして今回取り上げるのはニューヨーク、そしてアメリカについてです。どういうことかっていうと、結構ね、ニューヨーク、アメリカには死亡者数なんかを水増ししてるんじゃないか、陰謀なんじゃないかって言ってる人がいるんですよ。僕ね、前別の動画で、本当は世界で何人死んでるのか、数字が分かりましたっていうね、動画出したんですよ。それは何かっていうと、例年死んでる人の数、そして今年死んでる人の数、だ今年多いはずですよね。新型コロナウイルスが蔓延して人がいっぱい死んでるんだったら、この差を見れば、これがね、本当の死亡者数じゃないか、そういったデータがね、超過死亡者数です。例年と比べてどれぐらいね、今年は多く人が死んでるのかっていう、そういった数です。これを使って前別のチャンネルの動画で、主にヨーロッパで何人人が死んでるのかっていうのを調べました。そうするとね、ちょっと面白かったのが、やっぱね、ヨーロッパの国々が報告している死亡者数、これよりも実際に多く死んでる人の数、超過死亡者数っていうのが 1.6 倍でした。だから例えばね、なんだろう、どこでもいいんですけれども、じゃあフランス政府が1万人死んでますっていう風にね、報告出してたら、実際にね、超過死亡してる数っていうのは 1.6 万人いたっていう。だからね、死亡者数が取りこぼしてる、少なめに国が発表していたってことなんです。まあ意図的にやってるわけじゃないと思うんですけれども、どうしても取りこぼしが出てしまうと。ただ今回アメリカとかニューヨークで言われてるのは、国は多めに死亡者数っていうのをカウントしてるんじゃなかろうかと言われています。ということで今回ね、ニューヨークとアメリカでその超過死亡者数っていうのが出たんですよ。だから今日皆さんにね、お伝えすることができるという。さてさて、果たして死亡者数の水増しはあるのかないのかっていうのをやってきます。ということでですね、アメリカの保健局ってところが、これ CDC っていうんですけれども、今年の死亡者数っていうのは出したんですよ。だからね、例年と比べることができる、よって超過死亡者数っていうのが分かるってことなんです、今年の。で、その報告書には3月11日から5月2日までニューヨーク市で死んだ人の数っていうのが報告されています。これがね、3万2000人今年はこの3月11日から5月2日の間で死んだっていうふうに報告が出ています。で、これが例年と比べると2万4000人多く死んでたんだそうです。だから今年3万2000人死んでいて、2万4000人多く死んでるってことは、普段8000人しか死んでないんですかね、ニューヨークでは。そういったことになっちゃうんですけれどもね、なんかちょっと少ない感じがしますけれどもね。ということで、この記事によると、ニューヨークの超過死亡者数っていうのは2万4000人だったってことになります。この3月11日から5月2日まで、これがですね、例年よりも4倍以上死んでいたってことになるんだそうです。まあだから普段はこの3月11日から5月2日まででニューヨークっていうのは8000人しか死んでないってことなんですね。だから4倍すると死は32で3万2000人死んでる、今年はね。で、今年は3万2000人死んでいて、普段は8000人しか死んでないんですよ。そうすると差で見ると2万4000人多く死んでると、ニューヨークの中でね。で、これが超過死亡者数ってことになるわけですよ。っていうことは、新型コロナウイルスによって死んでる人の数っていうのは、だいたい2万4000人じゃないかと、そういうふうに考えられるわけですよ。まあきっちりかどうかは別ですよ。そんなきっちりしてるわけないと思いますけれども。じゃあアメリカとしてはね、何人ニューヨークで死んでいるっていうふうに発表してるのかが問題ですよね。この2万4000人という数より水増しされてるのかどうかっていう。それがですね、1万9000人っていうふうに数えられてるみたいです。でね、絶対コロナウイルスで死んだ人の数っていうのは1万4000人って言われていて、そしてね、おそらくこれコロナウイルスで死んでる確率が高いだろうっていうのが5000人なんだそうです。合わせて1万9000人がおそらくコロナウイルスで死んでるんではないかと、そういった報告が国から出されています、アメリカからね。で、そう考えると、さっきのね、超過死亡者数っていうのは2万4000人でしたから、まあ5000人差があると。だから2万4000人が超過死亡者数ですけれども、国の報告としては、まあせいぜいね、1万9000人が新型コロナウイルスで死んだんではなかろうかと発表されてると。だからね、5000人数え漏れてるかもしれないってことなんですよね、例年の死亡者数と比べるとね。水増しどころか5000人足りなかったんですよ、国の発表と比べると。だからね、やっぱりこれヨーロッパ諸国と同じで数え漏れをしてるんですよ。そんな水増しみたいなことになってないっていう。そしてこれまたね、アメリカ全土の死亡者数っていうのも出してくれていて、さっきとはねちょっと期間が違うんですけれども、4月25日までアメリカで例年よりも多く死んでる人の数、超過死亡者数ですよね、これがね、7万人多く亡くなってっていう風にデータが出ています。これね、いつから3月25日までって書いてないんですけれども、おそらくね、さっき出てきた3月11とかかもしれないですね。まあ例年と比べてアメリカ全土で見たら7万人多く人が死んでいたという。
ただ今回ね、国から出てる新型コロナウイルスの死亡者数ってなると、この期間で見ると5万人なんだそうです。だからまあ2万人足りないんですよね。国の発表5万人だけれども7万人アメリカ全土では死んでいるんじゃなかろうかと。4月25日までにね。だからこれを見てもね、アメリカの国から出てる発表っていうのはね、少なめに出てるんですよね。2万人少なめにアメリカ全土で。で、僕が自分で見たデータでもね、4月25日までだとアメリカ全土で5万4256人になってましたね。でも超過死亡者数っていうのはアメリカ全体で見ると7万人だと。まあだからね、どうやって見てもね、水増しにはなってないんですよね。ヨーロッパと同じで国からの発表っていうのはちょっと少なめの数字が出てるっていうことです。ニューヨークで見てもアメリカ全体で見ても。ということで、超過死亡者数と比べるとアメリカの発表の死亡者数っていうのは水増しはされていませんっていうことになります。まあ、ただね、陰謀論者に何言っても無駄なんですよね。陰謀論者からすると、今回のこの何 CDC アメリカの保健当局が出しているデータっていうのも、死亡者数、超過死亡者数っていうのも、これもね、捏造されてるって絶対言いますからね。だからね、もう陰謀論者と議論してもしょうがないですよね。彼らにとっては自分たちがこう希望しないデータとか情報っていうのは全て捏造ってことになっちゃいますからね。自分が希望したいデータを見つけた時だけ、これは事実ですってことになるんですよね。意味がない。まあそんなところでございます。